大事な試合だと思います。さあ意地でも取っていきたい、うん、両チームどちらが取るのか参りましょう。波動ファイト。さあこれはゆっこ選手3151。そうですね、一番最初と同じですかね。3151使ってきましたね。最初入れてきました。2壁予想でまた2壁が、まあ、当たったといったらですけど、予想通りの展開。そうラックス全て2壁で、はい、しっかりシールドどんどん割っていきたいですね。さあ隙間根口選手狙ってるんですが、絶妙に狙いを削れない位置。じゃあ始まって30秒経過。ユニコーンとしてはかなりいいペースでダックスのシールドを消費させていると思います。そして0対0なのでかなりいい展開なんじゃないでしょうか。さあ次の1点がかなり大事になってきそうですね。そうですね、さあ残り30秒0対0シールドの残り枚数。うわーでかい4枚抜き、すごいですね。ここで選手、いやー、しかも取りましたね、ゆきこ選手の3151で張り際を取りました。さあ取れるか、ダックス追いつけるか、ミッキー選手。いやー、うまいですね、ミッキー選手。さあアタッカーをやはり抑える。おー、おー、どうして小田が追加点。中地選手が1135で、さあなんというあれ具合でしょう。2対4でユニコーンの勝利です。おめでとうございます。おめでとうございます。